どうも皆さん、レイゲルンでございます。今回はね、皆さん、ちょっと私、いつもお世話になっております、スリーコインズさんで、今回はね、もうなんとも僕の需要を叶えてくれた商品をパッと見つけてしまいました。そちらをね、ちょっと皆様に紹介したいと思います。オタクの人、もちろんラブライバーの人は、まあ、あって、まあ、嬉しいかなって感じの商品なんで、紹介させていただきます。それがこちら。あら、はい、これ。スマートフォン&タブレットスタンドでございます。1000円です。3COINS で。1000円です。はい。まあ、それはもういい。まあまあ、これだけのクオリティのもう300円で、まあ、買えるわけがないと。まあ、そこはまあ、いいとしまして。はい。まあ、これ見てください、これ。リビングや寝室における、くるくる回して簡単組み立て、寝ながら使えると、布団の下にも、挟めると。いやー、こちらね。まあ、僕はパッと見てしまったわけです。でも、もうこれさ、よく考えてみたらさ、みんなね、あれ、ここまで来たら、みんな、思ったでしょ。いや、たかだかスマートフォン挟める、要あるスタンドやんって。皆さんは今、そう思ったはずです。その通りなんです。冗談です。失礼しました。いや、僕なりにね、こいつの需要を今回は紹介する動画なんで。はい、何が違うんだろうっていうことを、ちょっと、まあ皆さんに説明させていただきましょうじゃないですか。こちらね。はい。これ一般的に安くで売ってる、そう、スマホを挟むやつね。これクリップね。でもこれね、ほら、こういうやつって多くない？こう、挟めますよー的なやつ。そう、これ、挟めますよー的なやつってね、案外ね、こう、挟むとこねえんだわ。そう、案外。うん。これ結構ね、その家庭のあれにもよると思うんですけど、案外これ挟みにくかったり、挟むところがなかったりするんですよ。で、まあまあ言うたら大体のやつが、まあスマホ専用。っていうのが多いと思うんですよね。スマートフォン専用っていうのが多いと思うんですけど、まあ、今回はね、まあ、僕ほらやっぱりこうほらタブレット勢なんで、こうスクスタ、もうタブレットでもうバリバリやってるんで、 iPad Pro でね、これやってるんで、もうこれね、タブレットも挟めるっていう、まあ、まず大容量っていうところと、あとやっぱり一番違うところっていうのはここです。これ板、これ結構重たいんですよね。まあどこにでも置ける。具体的に、まあ、そのラブライバーさんにもおすすめって、お宅にもおすすめって言ったのは、やっぱりこうね、最近のスマートフォンアプリっていうか、まあ、スクスタも含めそうですけど、結構オートプレイとかが多いじゃないですか。はい、そういう時に、もうね、ハンズフリーで、もうツイッターをもう、ね、でもこっちのスマートフォンでツイッターベーってしながら、ツイッターベーってしながら、これ二台持ちじゃないと成り立たへんけど、けど、まあ、こうほら、ハンズフリーでね、まあ、ちょっとこう、なんか別のことしながら、ちょオートプレイしたいなっていう時に、もうこれがすごい、需要を叶えてくれると思って、まあ、今の僕のスクスタの需要も叶えてくれると思ったので、まあ、これを購入しました。まあ、1000円なんでね、まあ、3COINS の商品を3つ買うと思っていただければと思います。で、まあ、一例としてですね、まあ、僕はさっき言ったんですけど、まあ、もう、こっちの、スマホで、ツイッターをベーってしながら、オートプレイを、したいなっていう時の需要、再現がこちらになっております。あ、OKOK。あ、おーはん。はい。最後。はい、そんな感じ。で、まあ、これだけでもそうですけど、いや、他の作業もしたいんやと。うん。まあ、僕だったら、まあ、YouTuber で、まあ、編集してる時間結構長いんですけどもね。そういう時にでも、こう、オートプレイをうまいこと、扱うっていう、そういった例もあります。どうぞ。お。ああ。お、スキル。ああ。いや、もうええやろ、こんで。っていうね。だから、割と、需要叶えてくれる。まあ、僕やっぱ一番大きいのは、この、重たい板。この部分だと思うんですよね。で、組み立てももちろん簡単です。で、かなり丈夫。実際に、iPad、正直これ俺 iPad Pro さ、これ結構でかいやつだからさ、これいけるのかなって思ったんですけど、ギリギリなんとかいけました、これね。まあもうさっき動画でも映ってたんですけど、ちょっとギリギリなんとか、そうそう、ほら、もうこんな感じ、ほら。ギリギリなんとか大丈夫です。まあちょっとタブレットが重いんで、さすがにね、重力に若干負けてしまう部分あるんですけども、でもほら、
全然これで固定してくれてる感じでございます。はい。で、タブレットもそうですし、まあもちろん俺タブレット持ってねえよって方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、普通のスマートフォンでも OK。スマートフォンの方がね、多分台が重たいんで全然ブレないと思いますわ。うん。やっぱりね、ここに挟むものが重いとどうしてもグワン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 ってなってしまうんですけど、スマホぐらいやったら多分、全然揺れへんと思う。だからほんまにこれストレスフリーで、もうハンズフリーで、もうなんかもう好きなことべーってできると思いますよ。なんか何かしながら。うん。なのでそういう需要も叶えてくれてるので、めちゃくちゃ便利。ここはね、ポールジョイント、なんで、もうぐる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 回せるし、もうぐる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 、もう360度ビーンって回ります。でもこれはもう好きなところでもうグイッてこうやってグイッてこうやって固定できます。もうグイッて固定できますもんこれ。はい。なんとお値段こちらが1000円。はい。メモリーカードついてきませんよ。はい。若干似てなかった今某社長にそんなことはどうでもいいんですよ。はい。ということで、まあこちらのね、まあ若干こうオタクの方々だったりとか、まあ、ラブライバーの方、まあ、ゲーマーの方々だったら結構ね、需要を叶えてくれる商品なんじゃないでしょうかということで、まあ、今回はまあ、うん、まあ、無理やりラブライブを絡めた感じになるんですけど、まあ、こういった商品紹介の方をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、なんか僕、ほんまおすすめ、一押しの商品でございます。はい。ね、ぜひぜひ皆さん、3COINSに足を運んだ際は、そういうコーナーをちょっと確認してみてください。もしかしたらね、こいつと巡り合えるかもしれません。もう一回言います。1000円。はい、ということでこちらの動画、これまでにしたいと思います。なかなかとご視聴いただきありがとうございました。レイギャルンでした。ではでは。もう一回言います。